西部の治安ですよね。やっぱりですね、マンゴーストリートはですね、やっぱり場所としてはですね人気なんですけれども、やっぱりちょっとドラッグ売ってる人がいたりとかするので、結構気をつけた方がいいかなっていう感じですね。時間帯によってはちょっと危なっかしい人がいるので、でやっぱりですね、まあ、セブの治安っていうのは全体的には悪くないんですけれども、まあ、観光客が多い場所っていうのはフィリピンやっぱり政府が治安の維持に力を入れてるので、基本的にセブンもまあ観光客が多い場所ってことで、そんなに全体的に悪くないんですけど、マンゴーストリートの時間帯によってはですね、あまり良くないと。ドラッグを売りに来る人がいたりとかするっていうのはありますよね。あとはやっぱりですね、セットアップとか、要は警官と未成年がですね組んで騙すような話が高まりにあるので、そこは気をつけてほしいなと思います。日本人も油断するとそういうことに引っかかってしまうので、気をつけてください。